ということで、今日も朝からドボンをやらせていただいているわけなのですが、前髪だけ整えて、あ、聞いてみんな、カードが5枚あるじゃないですか。すいませんね、朝からドボンの話でね、本当にすみません。もうなんか聞き飽きたよって人もいると思うし、もうなんかドボンばっかりで、なんか最近のハルピョンつまんないなって思ってる人もいるかもしれないんですけど、なんとカード5枚あると思うんですけど、そのカードのうちの1枚目にあの星がねいっぱい書いてあると思うんだけど、星1個目2個目3個目はもう先月から使ってるカードだから、そう、特攻がマックス、レベルがマックスになってたんですけど、 UR とシークレット、星4つと星5つのやつがなんか今月からなんですよ、使えるのが。だから今月ずっと頑張って育ててたのね。そしたらなんと星4つのやつがレベルマックスまで行きました。嬉しい、万歳。強くなったよってこと。嬉しい。なんか今回のピックアップガチャに私がいるのは2のやつらしくって、そうだから、もしもピックアップガチャを引くんだったら2のやつを引いてください。でも多分一押しガチャ待った方が確率は、ハルピョンが出る確率は高いので皆さんにお任せするんですけど、もしもっていう方は2のやつを引いてください。おはよう。一押しガチャはまだあと10日後、もっとあとか、まだ出ないけど、確実にハルピョンが出る。おはよう。眠たいね。今対戦にいてくれたピョンズの人、一枚も出させずに私上がっちゃった
ごめん。起きたの8時半ぐらい。どんぐらい ?8 時半ぐらいかな。起きてドボン起動してやりながら歯磨いて顔洗って顔テカテカにして、配信始めた。さっき私がドボンしたピョンズに次はドボンされちゃった。朝ごはんはまだ迷ってる。何時？1時ぐらいに多分ご飯食べれるんだよね。おはようございます。今日のお昼はロケ弁ですか？いや、わかんない。何かわかんない。何かはわかんない。前髪だけ目にかかるので巻いてから行きます。おはよう。私がスペードにしたら隣の人がハートにするっていう繰り返ししてる。いい感じ。アラームです。おはようございます。おはようございます。全部切ったと思ってたのに9時だけまだ残ってた。アラームはバカたくさんかけます。いっぱいかける。いっぱいかけないと起きれない。まあ起きるんだけどね、基本的には。
違えたかな、まあ、いっか。おはよう。お、昨日の最近聞いたよね、リアタイしてくれた人どれくらいいるんだろう。全然リアタイできなかったよって方もぜひ TVer さんとかで見た後にハッシュタグ AKB48 最近聞いたよねをつけて投稿していただけると、そのスタッフさんが見たりとかして、あ、ハルピョンのファン頑張ってくれてるなって思って、また呼んでいただける機会がねできるかもしれないので、お時間ありましたらぜひよろしくお願いします。一緒に見よう配信も土日のどっちかにしようっていう気持ちは持っているので、ぜひ。一緒にハルピョンと見てあげてもいいよ、しょうがないからって思ってくれる方はぜひ一緒に配信の時に見ていただけると嬉しいです。よろしくお願いします。みんなのハッシュタグの盛り上がり方を見て、あ、今日はハルピョン少ない出番なんだなとかわかる、うん、今週は多分そんなに出番映ってなかったんだなとかあ、まあ今週はね、あの前々回までが、だからなんだ、名前忘れた、障害物競争で結構出たり活躍させていただいたので、そんなかなって感じですね。でも障害物は、障害物じゃないか、借り物競争か、借り物競争、今週が障害物でも全然借り物が一番結果残せたのではい、この間のゼロが可愛かった、ありがとう。でもあれちゃんとカメラ向いてゼロってやればよかったって後悔してる。ちょっとカメラテレビ映り的に、うん、やらかしたなって思ってます。
がもったいない。どういうことだ。牛乳飲んだっけうち牛乳飲んだっけ。何の話。牛乳は苦手です、うん、おはようございます。15分経った。ちょっと私もこの後準備、全然終わってないわけじゃないんですけど、準備なんかこれだけでいいのかなみたいな、荷物少なくて不安なのでちょっと最終チェックをして、もういけるのかってなったらこのまま行こうと思います。まあお土産いっぱい入れよお土産いっぱい入れます。はい、そんなお土産買える時間なんてあんのか知らないけどっていうことで15分経ったし、いや本当はねもうちょっと7時半ぐらいに起きて、まあゆっくりねして8時ぐらいに配信始めて9時くらいまで1時間配信できるかなとか思ってたんですけど、全然無理だった、眠かった睡魔に襲われてた、ごめん。おはよう。またちょっとドボン、全然本当にもう本当はできないと、できない方がやばいかもみたいな感じなんですけど、またできる時間にたくさんやりたいと思うので、できるのか知らないけど頑張りたいと思います。結局昨日あのあと寝たの2時ぐらい。何してたの。寝れなかった。だからドボンできる時にドボンやりたいと思う。頑張って。それではランキングを読んで終わりにします。きます。1位くじの大悟さん、2位マックミックさん、3位マジカナバナナちゃん、4位クロケンアット、今月はピョンズーさん、5位コニタンイミズさん、6位コウキさん、7位ツッチーさん、8位なんでやねんさん、9位バージョン R さん、10位あわれアットピョンちゃんシカーさん、11位あれ間違えたごめん、10位ディスクさん、11位あわれアットピョンちゃんシカーさん、12位エリーちゃん大好きさん、13位バージョン R さん、ありがとうございます。ありがとうみんな、今日は来てくれてありがとうございました。明日の配信は夜できると思う。今日は夜わかんなくって、なんかできるんだったらちょっとでもやりたいなっていう気持ちはすごく強いんだけど、明日も朝早いからし、今日も夜遅くまであるっぽいから、うん、なんか予定ではそのままできれば、まあ、15分ぐらいはできるかなっていう予定だから、23時45分ぐらいからは配信できるかなって予定なんだけど、そうちょっとどんな感じかまだわからなくて、なのでできたら嬉しい、できなくて時間をしちゃってできなかったらごめんねっていう感じなんですけど、頑張りたいと思います。ということでそれでは行ってきます。行ってらっしゃい、気をつけてね、またね、ありがとう。朝配信見に来てくれて、眠いのにみんな本当にありがとう。
バイバイ。行ってきます。行ってらっしゃい。